はいどうもスリプラです。今回のガチャ動画はゴマの杖貫突動画ではありません。私のような普段動画投稿している人がどういう思考回路でガチャを回しているのか、そのリアルな模様をガチャ実装直前の状態からお届けします。ちなみに今回はゴマの杖1本引いた時点で撤退します。まあ、先に言っておきますが、クロスリバーゴリラが積み木を積む動画ではございません。はい、まずね、これ何をしているか分かりますか？狼の末路ならぬガチャ中の末路の所業です。ガチャ実装を秒単位で待ってます。普段から効率を求めて生きている人間がこんなところでは効率を悪すぎることをしてしまうんですよね。まあ、これがガチャの呪いです。さあ、いよいよ実装されました。ここからは超高速でガチャを回していきます。もうね、演出とかどうでもいいんです。配信者たるものをさっさと引いてすぐさま動画編集に移行する、これなんですよね。ガチャは時の運です。かのサッカー指導者ジーコことアルトゥール・アントネス・コインブラ選手はこういう言葉を残してます。人は幸運の時は偉大に見えるかもしれないが、向上するのは不運の時であると。まあ、ちょっと何言ってるか分かりません。私は不運が続くと落ち込み続けます。さっさとゴマ出ろよと願うことしかできません。皆さん、私が落ち込んでいると思いますか？全く落ち込んでいません。なぜなら私は最初から1本目で出るなんて思ってません。引く前から強くメンタルを持つことでいかなる状況も受け入れることができます。こんなことは呼吸をするのと同程度の事象です。気持ちを強く持っていきましょう。私の頭には武器ガチャを引く時の勝利の方程式が刻み込まれています。まずはガチャを引く、そして1回目の天井で狙っていないピックアップを引く、そして次の天井までに狙っているピックアップを引く。この方程式に沿っている限り、私の思惑通りにことが進んでいるということです。私のメンタルが崩壊することはありません。方程式は崩れることもあります。この結果も私の18種類ある方程式の一つのパターンです。コロコロチキチキペッパーズのナダルさんはこう言ってました。世界には絶対はない、お前はやるべきことをやったらええ、西野何してんねん。様々な人に支えられ私は生きています。このガチャを通じてそれがよく分かりました。この我慢と努力の先に未来があると信じてます。はい、とりあえず引くことができました。これからすぐに武器レベルを上げて動画編集に移っていきます。今回は洗顔古剣の動画を撮ると決めてたんで、リーウェ出身のキャラを調べてから撮影に入っていきます。まあ、いつもガチャ実装直後とかはこんな感じのルーティンでやってます。はい、ということで今回は以上になります。このチャンネルでは原神の攻略検証、たまにネタ動画をアップしています。動画が面白いと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。では次の動画で会いましょう。